ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは日本画家で、京都造形芸術大学学長千住博です。日本文化ということをちょっと考えてみますとね、その大きな特徴は2つあるんですね。一つは自然の側に身を置くということなんです。これは生け花にしてもお茶にしても水墨画にしても日本画にしても日本のお料理にしても全部その自然の恵みに感謝をする、それに最低限の手を加えて、作品とする、そういうことが一つあるわけですね。でもこれは今の時代から考えるとまさにエコロジーの発想なわけですよ。でもう一つは、実はこれとても大切なことなんですけども、和なんですよね。和ってつまり調和、つまりハーモニーということなんです。で日本の文化というのはその異質なものをいかにハーモニーを奏でさせるかということで生まれてきている例が多いんですよ。敵対するものとも必ずハーモニーを奏でることができるという意味において言えばね、今世界の中では平和の発想の思想っていうかですね、そのピースメイキングプロセスなんですよね。そういう意味でも日本の文化の持っている潜在的な力というのは、この21世紀にますます世界の中で求められ必要とされているという部分があると思うんですよね。そういう時期においてね、その日本人として一人の表現者として世界の中で本当に美しい絵を発表していくってことは非常に大きなね意味があるのかなと私は考えているんですよね。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。